対するドラゴンズのオーダーです。今日は郡司の名前がベンチ入りメンバーのリストにありません。まあ昨日桂が大怪我をしたという情報があるので、おそらく1軍に上がったものと思われます。ストレートを打っていってショートの根尾が飛びついてよく打球取った。ダイビングキャッチです。ヒット性の当たりだったんですが、これはいい反応を見せましたショートの根尾です。3回の表ドラゴンズの攻撃は9番のラストバッター初球から大きなスイングです。で、1番を務めて、そこからは今日の試合含めて4試合ですが、まだホームランは出ていません。低めのボール、これは力のない打球です。ただこれがちょうどセンターの前に落ちました。先頭バッターのネオにヒットが出ています。今日を超えています。そしてバファローズのピッチャーは2人目の漆原に変わっています。との根っこで打った力のない打球ではあったんですが、それでもセンターの前の、漆原はこれがファーム今年8試合目の登板となります。低めのボールを打って飛距離が出ます。渡辺追いかけていってその頭上を越えていきました。方向にいきなりホームランも打っていますし、この方向に飛ばすポテンシャル能力は持っているバッターです。この回10人目のバッター根尾です。このイニング2回目のバッターボックスとなります。低めのボールを打ちました。ショート回り込んで取って2塁でアウトを取りに行きます。3アウト3者残塁です。ドラゴンズは渡辺押し出しのフォアボールで先制。2ボールから引っ張ってショートゴロ、ショートの根尾が近いところ2塁でアウトを取りました。これで3アウト1塁ランナーが残塁です。ショートゴロです。根尾1塁に送ってこれでワンアウトです。ワンアウトランナー二塁のチャンスで、今日ここまで2安打の根尾がバッターボックスに入ります。初球から積極的にスイングしたんですが空振りになっています。スライダーを打っていって自打球です。これでノーボールツーストライク。アウトコースのストレートは外れています。膝元のスライダーを見送っています。というよりバッターが避けています。インコースのボール見送っています。一応スイングチェックは入れたんですが、スライダーを引っ張ってファーストゴロです。大里がボールを吉田亮に渡しています。これで2アウト。今日2本ヒットを打って、最初の打席のヒットは先頭バッターとしての出塁、そして第2打席はセンターオーバーと、これが先制点につながったんですが、チャンスで2打席続けて結果が出ず、ちょっと悔しそうな表情の根尾です。あの義母が今日4回目のバッターボックスです。外のボール打って、ショートネオが回り込んでジャンピングスロー、一塁にボールを送る。やはりこの人のフィールディングにはどことなく花があります。これで3アウト。満塁のチャンスでネオが今日5回目のバッターボックスです。言うまでもなく2018年の夏の甲子園は大阪桐蔭1個上の世代がすごい野球をしたというプレッシャーもあったようです。
次のボールが3球目、首を何回か振った結果選んだボールは低めのスライダーだった。低めのストレートに反応する。しかしこれがファウルボールで2ボール2ストライクです。高めに外れてこれでフルカウントになります。高めに大きく外れました。フォアボールです。押し出しのフォアボール。ネオに打点1がつきます。5回以降相手のフォアボールにも助けられてどんどん得点を重ねていったドラゴンズ、8対2で快勝となっています。今日はネオに守備でいい動き、そして2安打もありました。4試合続けて引き分けとなっていたこのカードなんですが、ここでようやく白黒ついたゲームが出ました。ドラゴンズ勝ってこれで引き分け挟んでの2連勝。